こんにちは、 BFS エド株式会社の笠原です。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はこれを言われたら怪しい不動産業者の注意すべき言動について教えてください。かしこまりました。本日はですね、注意すべき不動産業者の言動7選でいかせていただきます。まず一つ目ですね、節税対策になる。こちらに関してはですね、不動産投資において節税効果ができるのは年収のラインが一定ラインを超えてくる、かつですね、中古のですねアパートとかマンションであれば節税効果のうまみを発揮できるんですけれども、例えば年収が400万円でなおかつ新築マンションであったりとかいう、そういうものを紹介された場合に関しては全く節税効果のうまみってのは正直ないですね。なので節税効果のうまみがあると言いつつも事実と異なる場合がございますので、その点は注意が必要です。では中古が良くて新築がダメな理由って何かあるんですか？それはですね、減価償却を取れる期間が法定耐用年数っていう縛りで設けられてまして、例えば RC のマンションの場合ですと47年っていう規定がございます。これは新築で買った場合に関しては47年にわたって計上していく形になるので、1年ごとに計上できる金額がかなり少なくなってしまいます。これが中古の場合、耐用年数を超えている物件になりますと9年間にわたって計上ができますので、単純に1年間に計上できる金額が大きくなるので、中古のですね耐用年数超えの物件の方が節税効果があるよという、そういうような形になります。続いて2つ目ですね、年金対策になる。au マンがですねよく用いるローンの支払いが終われば家賃収入が入ってくるので老後の年金代わりになるっていうような、そんなようなお話をよくされると思うんですけれども、物件管理をですね自身で行えない限りはですね、管理費であったりとか修繕積立金っていうのが発生しますので、家賃がですね全て収入になるわけではないです。またですね、入隊居時にはですね原状回復費用であったりとか航空費用もかかってきます。またですね、35年のを組んだ場合には35年後完済はするんですけども、築年数も35年を経っておりますので大規模修繕が必要になってくる可能性もあります。したがってですね、単純に家賃収入だけを考えるのではなくて、様々なですね経費や修繕リスクも考える必要があると思います。3つ目ですね、生命保険代わりになる、退職金代わりになるです。確かにですね、物件を売却してローンを完済すれば手元に資金は残りますが、35年ローンを組んでいた場合、物件の築年数が35年以上経過しており、市場価値が低下している可能性があります。手元に残るお金がある一方で、購入時のですね借り入れであったりとか突発的な修繕費用も考慮する必要がございますし、入退去による一時的な費用もありますので、単純にですね退職金代わりとは言い難いのかなと思います。月々の収支がですね赤字であれば、安心して保険金をもらえる保険の方が安心だと思いますので、そのようなですねセールストークをされたら違和感をぜひ持っていただきたいなと思います。4つ目です、家賃保証がある。家賃保証契約、いわゆるサブリース契約はですね、契約期限が長期であってもですね、数年後に家賃の引き下げの可能性があります。特にですね、建築後10年が経っている物件に関しては2年ごとに見直しする、そのようなケースもございます。初期のですね家賃保証額をもとにローンを組んでいる場合に関しては、将来的には減額の可能性もありますし、これにより返済計画が実行できなくなり投資が破綻してしまうようなケースもございます。そのためですね、家賃保証があるから安心ですという言葉にはくれぐれも注意が必要かと思います。5つ目ですね、高利回りなので儲かる。これはですね、不動産投資をするにおいてやっぱ利回りが高いに越したことはないんですけれども、ハイリターンの類の投資手法になるので、その分リスクも潜んでおります。なのでどうしてそのような高利回りなのかっていう理由をですね、ご購入する際には確認をする必要がありますし、そこをしっかりご説明してくれるですね営業マンから買うことをお勧めします。高利回り物件に多いのがですね、地方の物件で、地方に行き過ぎてしまうと需要もなくなってくるので、パッと見の数字はいいけどもいざ入居が入らないであったりとか、あとは結局その価格まで下げないと売れないっていう場合もありますので、売却理由っていうのもですね精査する必要があると思います。6つ目ですね、将来値上がりする。近年ですね、経済などの根拠をですね、将来値上がりするから買った方がいいですよっていうような、そんなような営業マンがよくいると思うんですけれども、将来値上がりするっていうのはあくまで予想になりますので、確約できるものではないですよね。エリアによっては確かに将来値上がりする可能性はあると思うんですけども、こちらもあくまで予測に過ぎないので、必ず値上がりしますっていうような声をかけてくるような営業マンはですね、注意が必要かと思います。
7つ目です。クーリングオフが適用できる。これはですね、宅建業法に用いて不動産売買においてクーリングオフが適用できるのが、契約場所がですね、お客様の自宅または近くのファミレス喫茶店などで行われた場合に関してはクーリングオフの適用ができるんですけども、その不動産会社事務所で行う場合に関してはクーリングオフっていうのは適用できませんので、そのあたりのですね、業法の内容をしっかり把握しておくことが大事かなと思います。まとめとしましてですね、今お話しさせていただいた7か条のことをですね、念頭に置いていただいて不動産会社さんとやり取りをしていただければですね、失敗する可能性も極めて低くなるのかなと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。弊社ですね、公式 LINE を始めましたので随時ですね、未公開物件のご案内もさせていただきます。下のリンクからぜひご登録の方よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。